はいどうも皆様ではミーネットです。さというわけでですね、2019年の10月の13日と10月の14日に、任天堂ライブというものがありましてですね、で、それどういったものなのかっていうと、スプラトゥーンのライブとか、あとスマブラの大会とか、スプラトゥーンの大会とか、あとポケットモンスターの、体験版とかがありまして、で、その中にですね、集まる動物の森のタヌキ開発がお届けする無人島移住パッケージの説明会というものがありましてですね、で、それを見てきました、今日。というわけでですね、皆さんで一緒に写真を見ていこうかなと思います。公式サイトにはこれですね、フォトスポットというものがありまして、集まる動物の森タヌキ開発がお届けする無人島移住パッケージ説明会。無人島気分になれるフォトスポットでタヌキたちと写真を撮ろうということで、写真を撮ってきましたので見ていきたいなと思います。でですね、一応確認したんですけれども、いろいろなソフトの、最新ソフトが、あったわけですよ。体験できるブースが。ポケモンソードシールドもそうだし、あと脳を鍛える大人のスイッチトレーニングだっけ？なんかそういうのも、最新のソフトとして体験できますよっていうコーナーはあって、そこはね、撮影が禁止でした。あと、スプラトゥーンの大会とか、スマブラの大会、今、任天堂さんの公式チャンネルでライブ配信されているところは、もう撮影禁止となっておりまして、ここのね、集まる動物森のブースは OK だったということです。で、早速見ていこうかなと思うんだけれども、結構ね、並びました。2時間ぐらい入るのに並びまして、今この画像を見てもらったら、めっちゃ空いてんじゃんみたいな思うかもしれないけど、人がいないタイミングで撮りまして、ここの先ですね、ここら辺はもう人がいっぱいいます。で、抽選券がね、あったみたいで、俺抽選券いらないものだと思ってたんだけど、行ったら抽選券、人が多すぎて抽選券になりますって言われて、で、それキャンセル待ちで入ったんですよね。だから結構時間がかかりました。キャンセル待ち、ディズニーランドかよって思うレベルだったんだけど、とりあえずね、2時間かけて入りましたということで、これが入り口になっております。で、次ですね。これが上の画面になります。タヌキ開発って書いてありますね。この中で、写真撮影とかができるわけなんだけれども、で、次のページ行きましょう。で、説明会。これ旗ですね。なんか旗あるなと思って、とりあえず撮れるもん全部撮ろうと思いまして、タヌキ開発の無人島移住パッケージという旗がありました。なんかタヌキチの画質めちゃくちゃ良くなってますね。で、スタッフさんこの服装を着てました。タヌキチが着ているこの服装ですね。スタッフさんはみんなこれ着ていらっしゃいました。で、これ入り口ですね。こっから入っていくんだけど、これが入り口になります。タヌキ開発の無人島移住パッケージ。タヌキ開発というものがありまして、で、なんかすごいポップな感じのデザインで可愛らしいですよね。どっちかわかんないけれど、覗いてますね。ひょこっと覗いてます。で、次のページ行きましょう。あ、これちょっと拡大して撮りました。みかんの木ですね。で、パンジー系があってチューリップですね。で、さっきの画面ですね。タヌキ開発。なんか入り口に入った時に一番最初にこれが目についたんで、これ一応写真撮りました。で、次、上の画面見ると、タヌキ開発っていうのがあって、で、ここですね。こっから開発の話がスタートしていきます。なんかマイクがありましたね。この映像はね、皆さん、1ヶ月前のあつ森のプレイ映像で、最新映像でご覧いただいたかなと思うんだけれども、で、そこの前にマイクが1個追加されましたね。僕の新会社、タヌキ開発からお届け予定の無人島移住パッケージについては、もう皆さんご存知だなも。無人島での生活でどんなワクワクが待っているのか、この説明会でイメージを膨らませてちょうだいね、ということで、タヌキチ社長からのメッセージでした。で、そこで進んでいきますと、でもね、あんまり最新情報って呼べるものはなくって、ただこの無人島での説明っていうのが主なメインになっておりました。だからこれはもともとなんか公開された映像の写真ですね。それを切り取られてるって感じです。堂々とかいますね。無人島の暮らしを始めるときって何をどうすればいいのか。不安に思ってる人もいるんじゃない？でも心配ご無用。タヌキ開発がしっかりサポートするだなも。ということで、これさっきの写真ですね。ホタルが飛んでいるやつとリュックを背負ってるやつ。で、花を詰めるやつと、ヤシの木があって、で新しい水蒸気がありまして、ここは新要素を紹介するわけではなさそうだね、この2つは。で、左画面、さっきの画像の前から見たやつ、滝があって、夕暮れが綺麗、8人で遊びます、堂々がいます、で、秋と夏があるということです。では次のページ行きましょう。で、ここなんかすごいいいメッセージ、さっきのこれがつながってるんですよね。これが右の画像、こっちが左の画像で、こっちが真ん中になります。すべてが思い通りになるあなただけの楽園へ。青い空、白い雲、眩しい砂浜、時
都会の喧騒を離れゆったりと過ごす贅沢な時間、自然豊かな無人島で始まる新しい暮らしということで、この文章を読んだだけでもすごい動物森やりてえっていう気持ちになってきますね。じゃあ次のページ行きましょう。こっから先がねちょっとずつ説明会になっていくんだけれども、困った時は暮らしのことは島の広場のたぬき開発案内所テントまでお気軽にご相談ください。日用品の販売や不要品の買い取りも行っていますということで、これはプレイ映像にもありましたね。雑草とかも買い取ってくれたり、あと道具とか売ってくれたりするのが全部ここでできるみたいですね、島の広場のたぬき開発案内所テントで。スマートフォンの支給ですね。たぬき開発からの支給品スマホ、島には電波も入ります。様々なサポートが受けられる特製のスマホを使えば暮らしの楽しみがより広がりますということで、スマートフォンが手に入ります。で、たぬき開発からの支給品でテントがあります。島に到着後は事前のご説明とともにテントを支給します。行けるところならどんなところに貼っても OK ということで、行けるところならどんなところに貼っても OK っていうのがねちょっと気になる点ではあるんだよね。この時点でさ、飛び森だったら絶対建てられないところに建ててるわけなんだけど、この海の近くとか結構飛び森ってシビアじゃない？なんか岩が近くにあるからとかさ、海が近いから川が近いから電車が近いからみたいな感じでテント1個建てるのにも結構苦労した記憶があるんじゃないかなと思います。皆さん役場が近いとかアルパーカーズが近いとかいろいろ言われたんじゃないかなと思うんだけど、それがないのかななんて思ったりします。行けるところならどんなところに貼っても OK、 ある程度ね無理は無理だろうけど、それは水の中とかは無理だろうけど、近くでも建てられるんじゃないかなと思ったりもしています。で、たぬき開発がご提供する無人島スタートセット、こちらに展示しているのはたぬき開発が用意する無人島生活を快適に始めていただくための支給品です。必要なものは一通り揃えておりますので初心者の方も安心ですということで、ランタンですね。これはいつも通りランタンがあって、これラジカセで、スマートフォンで、これはテントだよね。テントで入れるものって考えたらこれ何なんだろうな、地図かな。これ地図っぽいよね。スマートフォンでなんか地図ぐらいなら用意できそうな気するんだけど、これ謎ですね、今思えば。これ、プレイ映像にも載ってなかったな。地図だと思います。地図じゃないでしょうか。で、次。これはちょっと画質が、ちょっとぼやけたなって思って前から撮ったやつですね。で、次。もう、うすうす気づいてる人もいるとは思うけど、島には本当に何にもないんだなもん。でも心配無用。必要な道具や家具は島で材料を集めて DIY すればいいんだなもということで、こっから先は DIY の説明になります。これですね、斧で切ったらこの木材が手に入って、木を揺すったら木の枝が手に入って、で釣り竿とスコップと虫網、普通の釣り竿だよね。しょぼい斧とかしょぼい釣り竿とかいろいろあったけど、これ普通の網っぽいよね、網とか釣り竿で。次に行くと、必要なものは自分で作る。一見何もない無人島ですが使えるものは無限大。島で取れる材料を使えば道具はもちろん家具だって自分で作れるんですと。家具も自分で作らないとダメなのって結構難しそうだよね。今までだったらベルさえあれば買えたわけなんだけど、今回はもう家具すらも自分で作らないとダメということで、かなり無人島要素が強くなっているんじゃないでしょうか。すべてここからスタート。作業台、ものづくりに必要不可欠となるのがこの作業台。これから始まる島暮らしにさあどんなものを作りましょうかということで、ノコギリがあったりペンキがあったりいろいろしますね。上から見た図もあるんだけど、こんな感じです。設計図があって、それ通りに作っていったらいいんじゃないでしょうか。設計図から集めろって言われることはないとは思うんだけどね。設計図があってそれの材料を集めてきてただ作るだけだと思います。こんな感じです。で、暮らしを彩る。作ったものは屋内はもちろん外に飾ることもできます。天気や季節の移り変わる無人島であなたはどんな暮らしを送りますかということで、8人でプレイできるやつもあれば、これで獣道を作れますよっていうのと、あとこれですね、新要素、花の冠を作ることができると。で、雨だったら傘を差して、かなり気ままな生活を送ることができますよっていうんだけど、ここら辺の映像は皆さんね一度はご覧いただいたんじゃないかなと思います。で、道具も手作りと。ここに展示されているのはあなたが自分で作ることになるであろう道具たち。
道具を使うことでさらにいろいろな材料が手に入り作れるものがどんどん増えていきますということで、まあ最初に作るのはスコップだろうね。スコップ作って、まあ、そこから釣り竿とか虫網とか作っていけたらいいんじゃないかなと思います。これしょぼい斧だよね。しょぼい斧から斧に全然違うな。しょぼい斧の作り方はなんとなくわかるけど、石とこれ用意したら、木の枝さえ用意したらできると思うんだけど、この斧どうやって作るんだろうね。それも結構興味あるところでありますが、これですね、手作りできる道具の一例ということで、しょぼい釣り竿、ここら辺全部しょぼいシリーズなんじゃないでしょうか。虫網とかもちょっと形違うもんね、今までのシリーズと違って。スコップで斧で釣り竿ですね。なんか釣り竿のさ、先のこれ変わったね。変わったんかな。もしかしたらこれのしょぼいバージョンなのかもしれないけど。で、ウェルカムトゥデザーテッドアイランド。これ写真撮るスペースだったんですよ。なんかタヌキチかツブキチか豆キチがいて、その中の誰かと、まあ、写真が撮れるっていうスペースだったんだけど、そこに飾ってあった絵ですね。で、これ何なんだろうなと思って、かなり画質綺麗になってんなって思いながらも、こやつがわかんなくって、もしかして帝王昔山でもいたんかなとか思いながら、今ね、町盛りで帝王昔山追いかけてるんですよ。だからなんか帝王昔山じゃねって一瞬思っちゃって。でも今思えば普通の銀山ですね。で、ここはね、なんか画質綺麗になったなって思って撮った写真です。で、これセミですね。セミめっちゃリアルじゃない？おビビったんだけどこれ。これセミですって。すっごいリアルになってますね。で、次、テント。これがね、写真撮るスペースです。まあ、ここの隣に、つぶきちか、まめきちか、たぬきちかがいて、そこで二人で一緒に写真撮影できるってやつです。まあ、ここに虫網とか、斧とか、あと釣り竿とかが用意されていて、それを自分が持って、一緒に写真が撮れるっていうスペースになっております。で、これな、これ。俺さ、9時から17時の間だったら、この集まれ動物森だったらいつでも体験できるんじゃないかなって思ってたんですよ。だから普通に余裕ぶっこいて行ったんだけど、抽選券終わりましたって言われて、マジでと、俺じゃ参加できねえじゃんって思ってたら、キャンセル待ちのスペースがありますから、そっち側から並んでくださいって言われて、そのキャンセル待ちのスペースから並んだ結果、なんか2時間ぐらい待ったっていう話でございます。いや、結構ビビりましたね。で、あ、これもらったやつですね。その無人島の説明会終わった時にもらったやつになります。これね、いろんな動物出てくることがもうこの時点で分かったんじゃないかなと思うんだけど、いやもう俺もあんまりリス住民以外詳しくないっちゃ詳しくないんだけど、まあグミちゃんがいて、で、モモコがいて、パッチがいて、で、そこで、ここにリッキーくんがいるということで、あとちょっと難しいな。あんまり、引っ越しさせることないからな。1号。これ1号ですね。これは分かりやすい。好きな場所にテントを張ろう。で、必要なものは自分で作ると。他の参加メンバーと交流。ここら辺の住民まだ出てきてないもんね。リッキーくんは確かに出てきてた記憶はあるんだけど、それ以外はちょっとあんまり出てきてる記憶はないですね。だからこのゲーム映像の中には入っていないのかもしれませんね。ご家族やお友達と過ごすプランもっていうのもありますということです。まあ、今回はですね、まあ、なんとなく新要素とかなんかあるかなって思って見に行ったんだけど、そんなにあったわけではなかったですね。まあ、任天堂ダイレクトとかであったプレイ映像とかをまとめたバージョンになっておりました。で、最後ですね、これもらいました。無人島暮らし始めてみませんか？まずはホームページをご覧くださいという感じで、まあ、広告が出されておりまして、でこれね、この URL を打っても出てこなかったんですよ。たぬき開発で検索しても出てこなかったんじゃないかな。俺一回検索したんですけれども、もしかしたらまだ、サイトに表示されてないだけなのかもしれませんけれども、俺が、検索した時はまだ出てこなかったということで、ちょっとね、この QR コード読み込んだやつを皆さんで見ていけたらなと思います。はい、というわけでですね、こちら、たぬき開発のさっきの画像のQR コード読み込んだやつになりますと。2019年10月の13日にホームページを開設しましたということで、昨日できたやつですね。たぬき開発島の暮らしのパートナー、たぬき開発へようこそ、ホームページへようこそと、ちょっとずつ下に行こうかなと思います。ご挨拶、私たちがお手伝いします。つぶきちと社長のたぬきち、まめきちと。このパッケージの説明会受けた時に、たぬきちっていう呼び方せずに社長って呼ばれてました。このたぬきち、社長にご案内してもらいますみたいな感じでしたね。無人島移住パッケージ、無人島生活を始めてみませんか？
自然あふれる無人島で新しい生活が始まります。暮らしのサポートはタヌキ開発にお任せください。まあ、ここら辺も一応プレイ映像の任天堂ダイレクトで見たやつですね。で、ご出発日程なんですが、2020年の3月20日ということで、もう、確かですね、この2020年3月20日、もう160日切ってるみたいなことを、ツイッターかなんかで見た気がします。4コマ漫画、たぬき道。これはさっきの、あれですね、まあ、パンフレットにあったやつです。下見のため、先に無人島入りした弟、どうしてるかな？しっかり者のあの子ならきっと大丈夫だもん。この島はダメです。つばきち、なんかめっちゃしおれてる。大丈夫？魚やフルーツの取れる島じゃないと。もういい、喋るな。もう休むんだもん。という感じで大変なこともあったけど、移住プランの準備はもうバッチリだなもん。まあ、というわけでですね、今回は任天堂ライブに、まあ、参加したわけなんですけれども、特にね、新情報とかあったわけではありませんでしたが、まあ、あの、たぬきち、つぶきち、まめきちと写真が撮れたり、あとね、とたけけとかもね、出てきててすごい盛り上がりました。まあ、すごいね、楽しかったんですけれども、ちょっとね、待つ時間が長かったので、これ以外参加しないんですよ。他のブースには行ってなくて、もうすぐにね、グッズ販売とか売り切れてしまってたから、あんまり行ってもなーみたいなところがありました。まあ多分ね、1年に1回ぐらいこの任天堂ライブあるんじゃないかなと思いますので、次はね、興味ある方ぜひぜひ来てみてはいかがでしょうか。というわけで今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。